さあ、分布の時間がやってまいりました。本日613番目でございます。皆さん、複合関係副詞ということでやってみたいと思います。皆さん、前回はですね、複合関係代名詞という話をさせていただきました。で、その時にお伝えはしているんですが、皆さん、この複合なんとかかんとかですね、表記で言うと、エバーがついているものですが、このエバーがついているものは、もう先行詞が複合されているので、左側に先行詞はいりませんよというところが、大事なポイントというところでよろしかったかと思います。で、それは皆さん、フェンネバーとか、フェアレバーとか、ハウエバーになっても同じでございます。で、皆さん、そのあたり皆さん、例文一つ目でちょっと確認していきたいと思いますが、フェンネバー、I see her, she's wearing a different hair, ということです。で、確かに皆さん、フェンネバーの左側先行詞はないんですね。で、皆さん、じゃあ、後ろは完全ですか、不完全ですかということですが、もちろん、I see her。もちろん、主語。で、see は他動詞。her は目的語で、SVO。完全ですよね。ですから、皆さん、エヴァーがついていても、ついていなくても、後ろは完全ということで問題ないかと思います。ただし、やっぱり意味ですよね。さあ、皆さん、意味はどうやって判断するんですかということですが、一応念のためですね、皆さん、SV 確認させてください。Whenever I see her, she's wearing 点点点ということで、皆さんこのあたりですかね、SV あるのは問題ないかと思います。で、皆さん C の左側はコンマでございますので、あ、接続詞とか関係詞がないな。で、そういう部分を主節というふうに呼んでおりました。そして、皆さん使いますね。主節の主語より左側、こうですね。主節の主語より左側は全体で副詞ですよ。というふうに判断していただいて OK でございます。ですから、フェンネバーのところは副詞ですよ。こういう感じで確定することができるんですね。で、もちろんたまたま例文ではフェンネバーありますが、これもフェアレバーだろうと、ハウエバーだろうと、品詞は副詞。じゃあ、訳し方どうしたらいいんですかっていうと、皆さんこれ実は前回複合関係代名詞の時にもお伝えしてるんですが、副詞の時の訳し方は、これでも決めてバッチリですね。たとえ、うにゃうにゃてもーとか、でもーって感じで OK でございます。ですから、whenever I see her, 私が彼女にいつ、たとえいつ会ったとしても、いやー、彼女はなんか違った帽子いつもかぶってるねーって感じでいいかと思います。ですから、下の例文もやっぱりそうです。he will be thinking of her ということで、もちろん彼が主語。で、皆さん、be thinking 動詞でいいと思います。皆さん、右側は前置プラス名詞になってますよね。ですから、今回の think は、自動詞。そして皆さん、これも以前お伝えしてるんですけども、自動詞を見たら、そこで文型終了。で、右側は文型関係ないので、m ですね。こんな感じです。で、m ということは、品詞は副詞ですよ。ですから、今回のフェアレバーも副詞。そうです。副詞がないんですけどね。ですから、副詞。たとえうにゃなてもですね。ですから、wherever he goes、たとえ彼はどこへ行っても、彼は彼女のことをいつも考えてますみたいな、そういう感じでいいかと思います。ですから、皆さん、フェンレバー、フェアレバー、ハウエバー、全体で品詞は副詞。訳し方は複合関係代名詞と同じでございます。そして、これも前回の動画でお伝えしてるんですけども、実はフェアレバーですね。あるいはこのフェンレバーですね。というのは、副詞の働きをしているときに、これと言い返す、可能ということでもございました。ノーマターフェアですね。ですから、こっちだったら皆さん、ノーマターフェンということでもいいかと思います。いきますかね。では、
ひとまず皆さん、これで複合関係代名詞、複合関係副詞、全体像は確認が取れましたので、次回皆さん614番では、ちょっと間違いを犯しやすいところございますので、そのあたりを引き続き撮影してまいりたいと思いますので、ぜひ、今後ともよろしくお願いいたします。